どうも、トラジローです。今回は、以前組み立てた、双道仮面ライダー01、ライジングホッパーですね。これを仕上げていきます。まずは、ももの裏側ですね。ピンが出っ張ってるので、これはカットしていきます。これは思い切って、ニッパーでざっくり切っちゃいます。で、切り取った状態ですね。アーマーを取り付けてみても、はい、問題なく保持できますね。これ、穴は後でパテで埋めます。で、肩の方も隙間がちょっと大きいので、ここもパテで埋めていきます。で、パテで埋めるのに、まずは余計な部分にくっつかないようにマスキングテープを貼り付けていきます。肩アーマーと、取り付け部分の2箇所にマスキングテープを貼り付けていきます。肩アーマーを取り付けて、はい、こんな感じですね。このマスキングテープの上にパテを持っていきます。で、腕の関節ですね。ここちょっと隙間が目立つので、レジンを乗せて隙間を少なくします。櫛などで取りながら、ちょっとずつ持っていきますね。はい、こんな感じですね。膝の内側の穴開き部分ですね。ここは丸く打ち抜いたプラ板を貼り付けてますね。肘の方も同じように貼り付けてます。で、胴体の方は少し伸ばした方がスタイルが良さそうだったので、このくらいですかね。なので、1.5 ミリのプラ板を、貼り付けて延長します。真ん中に穴を開けて、こんな感じで接着して、形を整えていきます。で、全身の回収が終わった状態ですね。足回りのパテ埋めと、胴体延長してますね。で、背中の穴も埋めてますね。で、角の部分は先端をちょっと延長して尖らせて、裏側も削ってシャープにしてますね。で、腕の方は肩と、腕の部分、パテで埋めて、肘はプラ板で埋めてますね。あとは、ベルトの取り付け部分ですね。これも、ちょっと胴体に近くなるように少し削ってますね。はい、こんな感じです。で、目の部分ですね。今回ちょっとこだわって作ってみようかなと思います。まずは、ドリルで目の部分、穴を開けていきます。3ミリのドリルで大まかに開けちゃいます。はい、こんな感じですね。で、デザインナイフでさらに穴を広げていきます。で、最後ヤスリをかけて、さらに形を整えていきます。で、穴が開け終わった状態ですね。で、ここに複眼部分を作っていきます。パテを練って、くっつかないように水をつけます。で、顔の裏側からぐっと押し込んでいきます。はい、こんな感じですね。で、固まらないうちに、取り外します。こんな感じで目の形が作れました。で、複眼の模様をつけますね。デザインナイフの持ち手の部分を軽く押し当てて、はい、こんな感じですね。で、固まったら形を整えて、こんな感じになりました。取り付けてみると、こんな感じですね。あとはシルバーで塗装をして、レジンを乗せて複眼風に仕上げていきたいと思います。まずは下地塗装ですね。今回サーフェイスはブラックとホワイトを分けて塗ってみました。黄色い部分にはホワイトを塗って、それ以外の部分はブラックで下地塗装をしてます。で、メインカラーとなる黄色い部分ですね。この塗料を作っていきます。蛍光イエロー単体だとちょっと明るすぎるかなという気がしたので、
これにキアライエローを混ぜて色を作っていきます。で、蛍光イエローは UV ライトでこんな感じで光りますね。蓋までちゃんと光りますね。塗料の方も、はい、光りますね。で、キアライエローは光らないので、まあ、この2色を混ぜていい感じの色を作りたいと思います。で、だいたい半々ぐらいで混ぜましたね。こんな感じで、だいぶ黄色寄りの色に見えますけど、ライトを当てるとこんな感じで光りますね。これを使って塗っていきます。で、黄色い部分の塗装が完了した状態ですね。で、シルバーの部分、これはホワイトシルバーで塗装してます。で、黄色い部分マスキングして、黒い部分ウィノーブラックで塗装してますね。で、胸のアーマーですね、こんな感じで塗り分けしてます。で、細かい黒い部分は墨入れ塗料を使って塗っていきます。隙間に流し込んでいきます。はみ出した部分は、拭き取りつつ、用紙で削ったりしながら、修正していきます。はい、こんな感じですね。で、赤い部分ですね。これも光るように蛍光レッドとハーマンレッドを混ぜて色を作成しました。はい、こんな感じの色ですね。だいぶ赤寄りですけども、これを使って塗っていきます。で、細かいラインは筆塗りで塗っていきます。はみ出さないように慎重に塗っていきますね。はい、こんな感じで、さらに塗っていきます。はい、こんな感じですね。で、全身の赤いラインを塗り終わった状態ですね。結構それっぽく塗れたかなと思います。で、ベルト部分ですね。これも筆塗りで塗装してます。で、真ん中の部分は付属のシールを貼りたいと思います。はい、こんな感じですね。で、さらに、市販のクリアパーツですね。これを貼り付けて、こんな感じで仕上げていきますね。はい。で、目の部分には、UV レジンを乗せていきます。ディープレッドを今回使いますね。で、はい、乗せて固めた状態ですね。で、最後パーツ全体に光沢トップコートを拭いてます。では、パーツが揃ったので組み立てていきます。はい、仮面ライダー01ライジングホッパー完成です。では、完成したものを見ていきます。今回も全身光沢でテカテカに仕上げてみました。黄色い部分ですね。結構明るめの色は塗装が難しくて、よく見るとちょっとムラがありますね。で、全身の赤いラインは結構綺麗に仕上がったんじゃないかなと思います。で、ベルトの方もちょっとこだわって作ったんですけども、シールの位置を若干失敗してますね。だいぶ下寄りになってしまいました。色の種類は少ないながらも結構塗り分けが難しかったですけれども、まあ、全体的にそれっぽく仕上がったかなと思います。で、あとこだわったのが目の部分ですね。レジンだけではちょっと色が薄くなってしまいましたけれども、奥の模様も見えていい感じかなと思います。実際の複眼はちょっと丸の形ですけどもね。はい。で、可動の方はスマートな見た目通り問題なく動きますね。首回り。で、
あと肩の方もこんな感じで上がりますんで、腕もよく動きますね。はい。で、あとは腰の回転と足ですね。これも問題なく動きますね。膝はやはりよく曲がりますね。はい。こんな感じで。あとは握り手もついてましたんで、これを付け替えながらちょっとポージングしていきます。はい。ゼロワンっぽいポーズですね。ちょっと指差しの手首が欲しいとこですね。ちょっと首を横向くだけでもかなりかっこいいんじゃないかなと思います。あとは走るようなポーズですね。で、握り手を付け替えてパンチのポーズ。で、やはりジャンプですね。ジャンプのポーズからの、必殺のキックのポーズですね。はい。かなりかっこよく決まるかなと思います。はい。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。